行きます？せっかくだから行きますか？時間かかりますけど。全町。はい。今回の動画は長くなるでしょうか？長くなるんじゃないですか？ちょっと見てみましょうか。もう行くだけで時間かかるもんね。ね。お、じゃあ一番最初に会うって言ったら。ああ、よく来たな。もういいのかい？あ、俺からどうするっていうのは、ね、自由度だ。ついにこの日が来たな。新天地が呼んでるぜ。これほどの才能の持ち主ならすぐにスター街道まっしぐらだ。つってもなんだかんだで市場でもハンバーガー焼いてたんじゃん。まあでもここで仕事してるよりはマシだ。それは間違いないぜ。お、自由。地上へ出られるようになったんだってな。メタトンから聞いたよ。でもだからって早く帰れると思うなよって釘刺されたぜ。さすがメタトン、上司の鏡だね。もちろん今のは皮肉だ。奴は最低さ。あの女の子たち、俺のズボンが脱げるのを目撃したあの女の子たちのことか。まあみんな地上に出られるようになったから、あの子たちとももう二度と会うことはないな。もうなあ、誰にも言わないでくれよ。言ったらみんなにバカにされるから。そのみんなが自由になれたのってさ、ちょっと俺のおかげでもなるのかなって気がしてて、毎日こんなクソみたいな仕事をしてただけだけど、少しは何かの役に立てたかもって思うんだ。メタトン戦大活躍でしたよ、このバーガー。そうね。まあ本当のところはどうなのかわからないけどさ、そんな風に思ってみることにするよ。いいことだ。また来いよ。この辺の会話変わってるのかも。これ初めて喋った気がする。あ、そんなことないか。一応一周目で喋ってました。君、外へ行くの？僕はもう少しかかりそうだから、また後でね。仕事なんだ。ここは止まってんだっけ？覚えてない。私はスライム。これは実に嬉しい事態だ。聞いて、エレベーターが復旧したのよ。でもすごい混雑でまだ乗れないわ。ああ、なるほど。ああ、なるほどね。この辺の人たちはどうなってんだろう。ルームサービスは返事がない。あ、もう出たのかな。出てますね。鍵かかってる。ルームサービス結局来なかったな。ごめんって。いつの間にかシナモンキー食べちゃってたんだよ。ね、ワンちゃんは？あ、もういない。いない。あ、なんか激しく激しく動いてる。あれはあの右の看板は変わってるんでしょうか。ここは？なんか選ばれが消すかもしれない。選ばれちゃったね。残念。見つけられてないですよね。ね、結局ね、ないんじゃないの？あるもん。2階に行けたことがない。2階って何？ここじゃないんじゃないですか？ここじゃない。どこか別の2階なんじゃないですか？ここに存在してないってこと。申し訳ございません。うん、今後も一切受け付けません。もう出る気満々だ。よう。どうもー、いらっしゃいませー。いらっしゃいませー。自由よ。てか、みんな自由とかやばくない？自由すぎ、マジやばい。ねえ、マジで上がる。ねえ、ほんとマジで上がる。うちら何千年も地底に閉じ込められてたのに。地上に出られるとかすごすぎ。げ、うっそマジで。あー、うちらさっき、人間なんて滅びろとか言ったかもだけど、あれ冗談だし、本気にしてないよね。そんなこと言ったっけ？言ったかも。でもあれはうちらのキャッチフレーズで。うちらのキャッチフレーズはアリゲッティとキャッティ二人合わせてアゲアゲキティ。違くね。てかそんなの今初めて聞いたし。いいじゃん、そうしようよ。10になったってことは、ってことはうちらの夢が叶うよ。やっと猫飼える。てかそれってキャッティの夢だし。でもさ、アリゲッティ、夢は親友と一緒に叶えたいよ。やだ、ちょっと感激。猫のトイレの世話はアリゲッティにやらせてあげるから。やだ、もう。私うん、猫大好き。猫ってめっちゃ可愛いし。アリゲッティやだ。そうそう、冗談。多分。てかこの辺に猫なんていなくない？いたよ、この前。白くてちっちゃい猫がうろうろしてて、超バカっぽい顔してて、1時間ぐらいずっと撫でちゃって。んー、キャッティ？何、アリゲッティ？それって犬でしょ。犬って手触りが固めの猫でしょ。そうか、犬は結構出てくる。手触りが固めの猫。お、おわメタドン、前に僕が電話した時の声を覚えてた。おぉ、それでプレゼントしてくれたんだ。感激だよ。だったんだ。そういうことね。あ、メタトン会えんのかな。
鍵買ってねえからな。お、バイエットちゃん。ボンジュー、今寄付金の集金が終わったところよ。これでやっと遺跡の蜘蛛たちを全員助けられる。寒いからね、残りのお金でおしゃれなサングラスも4つずつ買ってあげなっちゃう。結構余ってんな。目がね、目の数が違いますから。確かに。じゃあそれぞれの町行ってみますか。おう、フォンフォンフォン、ウェーのじいさん行きますか。ウェーウェーじいさん、ウェーじいさん、ウェーじいさんって僕らしか言わないですよね、絶対。亀のね。わはは、お前さんならきっとやると思っとったわい。あ、不安よな、ここで聞けんのか。その話かね。ああ、ちゃんと思い出したよ。あれはお城で毎月行われる演説の時じゃった。お妃様が一通り喋り終えて王様にマイクを渡そうとしたんじゃな、うっかりマイクを持ったままこう言ったんじゃよ。ほら、ほらい、あなたの番よ。それを聞いた国民は大爆笑じゃ。皆に聞こえていたと気づいてお妃様も笑い出した。しばらくすると王がおもむろに両手を上げて国民たちは静まり返った。王はマイクに近づいた。真顔でな。そして言ったんじゃ。我が王国の民よ、よく集まってくれた。では早速このフワリン王よりいくつか話を。あら、どな、ジョークのセンスあるじゃん。以来みんな王様をフワリン王と呼ぶようになったんじゃよ。おお。あ、ヤギじゃと。ああ、それで思い出したかの、トリエルが昔花柄のムームーを着たことがあってな。それを見た国民たちがムームーですか、お似合いですねというのを聞いて、トリエルは牛の鳴き真似と勘違いしたんじゃ。それ以来トリエルはあのムームーを二度と着ることはなかった。はて、何の話じゃったかな。ああ、そうじゃ、アズグアのことじゃったな。あいつはなかなか不思議なモンスターでな、我々の中でも最も強い種類でボスモンスターと呼ばれてる。ボスに子供ができると親の魂のパワーが子供に流れ込む。その結果、子供の成長とともに親は年老いていくようになる。だがアズゴアには子供がおらん。だからいつまでも年を取らし、これからもずっとあのままじゃろ。あ、やつの子供が人間じゃったらどうなんのかじゃと。そりゃどうにもならん。もしアズゴアがお前さんの父親だったとしても、アズゴアはお前さんより長生きするよ。あの二人のことかね。アズゴアは王で、トリエルはお妃じゃった。トリエルがお城を出て行ってしまったのは何とも悲しい出来事じゃったよ。この国を動かしているのは賢いお妃様の方だと誰もが知っておったからな。じゃが正直ホッとしたのも事実じゃ。あの二人が一緒におるとチートばかしうざかった。鼻をスリスリしてはところ構わずイチャついて、子供たちは気まずそうじゃった。よく覚えてんじゃん。あんまりお似合いのカップルじゃったから見ていてムカついたわい。だからこうなってせいせいしとるよ。気持ち入りすぎだろ。あんだいんか、わんぱくな稚魚だった頃から人が立派な制御に育ったの。わしも若い頃はヒーローと呼ばれとったんじゃ。通り名だってあったぞ。正義の鉄槌ガーソンってな。おい、ガーソンって名前だったの。アンダインは稚魚の頃、わしが悪者連中をぶっ飛ばすところをよく見に来たもんじゃ。時々付け出してくれることもあったの。まあ、あの子が攻撃するのは悪者ではない一般人がほとんどじゃったが、郵便配達の人とかな。それでもありがたかったよ。いい終わり方でした。よかったですね。ナプスタブルクフンいますかね。ああ、作曲してるかな。おお、ここにいたか。ああ、フリスクちゃんよく来たね。見て、アルフィーが新しいボディを作ってくれたんだ。そうそう、聞いて、マリアが消えたんだよ。お日様の光を浴びるのが待ち遠しいな。太陽に勝るスポットライトはないからね。なるほど。それと君にもお礼を言わなきゃね。君と戦って仲間とパフォーマンスする楽しさを思い出したよ。だから改めてバンドのメンバーを探すことにしたんだ。シャイレンがバックコーラスをしてくれるって言うし、やめた方がいいんだ。そこにいるブルじゃなくてナップスタブルークは DJ だ。この3人でやっていくことにした。ようやくだよ、感慨ひとしおだ。鍵を持ってない。今回買っておりません。ブルッチ、あ、メタトン大ファンなんだ。あ、君は忘れないよ。君が励ましてくれたこと。遺跡で寝たふりをしてた時のことだよ。寝たふりをあそこまで信じてくれたのは君だけだよ。あ、それとちょっと気まずいんだけど、君の名前なんていうの。みんな知ってるみたいだから、最近世間ではいろいろあったみたいだね。部屋で音楽を聴いてたら窓の外が眩しく光って、
屋上のカタツムリが消えちゃったんだ。そしたらドアをノックする音が聞こえて、眩しい光が入ってこようとしたからブラインドを閉めたんだ。そして気がついたらみんな君の名前を知っててフリスクか、そっか、分かった、忘れないよ。やってまいりました。結局裏には行けなかったですね。ああごめん、みんなはいないよ。あの部屋聞いてどうなったんだろう。 おいるいる、うわあ。ドロドロの体でのそのそが歩くやつを家族にモテて最高だぜ。あいつらいつも動いてっから見えなくなる心配がねえのよ。私らの親はみんな合体して一体の化け物になっちまったさ。親なんだ。でもいいのさ、家族が一つになるってそういうことさ。物理じゃん。生きてほしいんじゃん。俺の親と神さんの親が一つに合体しちゃったっす。ってことは俺妹と結婚したことになるっす。血縁？いやでも俺たち言うんだし、そんなの全然珍しいことじゃないっす。どうしようか。あ、我が人生で最大の苦しみを切り抜けた。たった今今日のクロスワードパズルを解いたところさ。おお。私鏡。今日のっていつのってこと？今日でこの世界の新聞は最終号を迎えるわ。一面トップに大きくおしまいって書いて終わりでいいんじゃない？いいですね。どうしましょう。特ダネがありすぎて何から書けばいいのやら。確かに。一面のトップ見出しはモンスター地底の世界からついに解放される。ダメね。これじゃインパクトに欠けるわ。こうしましょう。仰天、あなたの知らない地底から逃げたモンスタートップ10。怖い。怖い。ここは図書館だよ。今日で閉館だからね。特別に好きなだけ騒いでいいよ。いいですね。なるほどね。図書館で騒ぐ。ここね、ノックさんが。ノックさんが見せるんだろう。ああ、なんと美しいノックの音を返事をしなければもう一度聞かせてやるもんか。どうやら、ただ世界の幕開けのような、そう、果てしない世界さ。おほほほ。冒険好きの血が騒ぐな。子供に戻った気分だ。ということは、私の子供たちは赤ん坊に戻ったということかな。どうかの？なんてね。お、もうさ、人間と人間ごと。おー、哲学。お仕事サボっていいんじゃない？おー、サボってる。おー、アイス。アイスウルフ。おー、氷投げなくていい。アイスウルフ、これで妻を買いに。お前気にしてたんか。あんか人並みの生活を送りたかった。あ、外に出られるの。やった。これからはもういつも笑っていなくていいんだ。もう終わらないネタを考えなくてもよくなったね。今何かギャグを言おうかと思ったんだけど、特に思いつかないからいいです。そういやさ、はい、この先に右と左にずっとサンズがいるところあったよね。ありましたね。あそこどうなってんじゃん。あそこどうなってんじゃん。聞いたか？脈からの移住はなくなったらしいぜ。ってことはこの町の伝統も廃れる心配はねえってことだ。でもその代わり俺たちみんなここを出ていくことになっちまったけどな。まあしゃあねえわな。世の中そううまい具合にはいかねえってことだ。お見事、いいですね。本当に外の世界へ出られるんだね。これでもうグリルビーの通訳をすることもなくなるのかな。ま、別にいいけどね。これまでだってデタラメに訳してただけだし。今グリルビー喋ったもんな。結局釣り竿で女の子は釣れなかったよ。いいかい、よく覚えておきな。素敵な恋人はいくら釣り糸を垂らしても釣れやしないのさ。どういうことだ。うまかな。ひな泣きが。やっと人に効果で勝てた。ああ、まあ、じゃあ、もうすぐ人間の食べ物を食える。それに人間のトイレも使えるぞ。地上にはホットな男子がいるのかな。それから おしゃれなドリンクもあるのかな。よん、楽しみすぎ。さてお前ショーンだな。そうだったか。ドクターアルヒーは王様と女王様に罪を告白したらしい。王様は自分が気づいてやれなかったことを悔やんで博士を抱きしめてあげたそうだ。で、女王様は博士をクビにした。そんなわけで王室専属の研究者はいなくなっちまった。まあ政治ってのはそういうもんさ。お、久しぶり。あ、また会ったな。あれから俺なりにいろいろ考えてみたんだけどさ、あんないって俺たちが思ってるほどイケてないかもしんない。おう、なんかあれじゃただのいじめっ子と同じじゃん。でもさ、代わりにもっと超絶かっこいいやつ見っけたぜ。にゃーん？パピルスのこと言ってるんだろうね。あ、そうか、うん。
今の笑い方そうですよね。地上の人間たちにプレゼントの習慣を教えてあげるのが楽しみ。さぞびっくりするだろうな。クリスマスの、あ、そうか、いいですね。あの先はまだ動いてない。はい、なんでみんなあのでかいドロドロのやつを見切りやれるの。その通りだよね。あそこに立ってる子がね、私がペットにウサちゃんを飼ってるのはおかしいって。どうして？何もおかしいことなんてないわ。だって可愛いでしょ。それに弟に紐をつけてお散歩させることの何が変だというの。お前弟だったのか。なるほど、飼ってると。よ、お、ごきげんよう。ごめんなさい、もう部屋は貸せないのよ。地上へ移住するの。だからスノーテルは廃業します。チュッチュッチュッ。喋ってるよ。チュッチュッチュッ。あ、私はここにいたいよ。あ、子供はそういうこともありますよね。お、お世話になったね、ばあちゃん。おお、おばちゃん、何ってあんたも見ただろ。白い光がピカッと光って体が何かに引っ張られる感じがして、そんですぐに何事もなかったみたいに元に戻っちまった。何もかもある人間がこの世界にやってきたおかげだって聞いたよ。人間ね、私には信じられないけどね、うん、もしこの店に来ることがあったらそりゃもう大歓迎するよ。聞いたかい、遺跡の扉が開いたらしいよ。しかもなんと内側から開いたっていうから驚くじゃないか。どうやらお妃様がずっと中に住んでたらしいんだよ。おったまげたね。そうだね、とりあえず地上で商売を始めてみようかね。今のところそれ以上のことは何も考えてないよ。なるほどね。またよろしくね。じゃあテミー村行ってみますか。うん、テミー村よ。来た。お、なんかあんのかな。ちょっとテミー、ニュース聞いた。ヤバオニュース。ちょっとテミーニュース聞いた。ヤバオニュース。やった、テミーたち自由になった。願ってもない展開になりましたね。ちょっと落とした。いやいや、テミーたち地上出たらキャワは人間いっぱい見れる。みんな自由になった。でもテミー行かない。テミーここずっといる。卵見てる。テミー幸せな家庭築くのね。肩揺れた。家庭築く。うー、人間テミーアレルギーなのね。でも大丈夫、もう待って。テミもテミアレルギーだ。ぷくぷくぷくぽ。ジンマシン。相変わらずか。誰か出す。あ、やっぱり誰か出す。誰か出してやれよ。やれよ。マッシュルームダンス、マッシュルームダンス。一体どんな意味？それは私の抑えようのない喜び。国は私を地上に植え替えてくれるそうだ。おう、なぜ私のダンスを見て笑顔にならない。失礼な。植え替えてもらえるんですね。さあ、うん、久しぶりだな。どうもね、ここテミー店よく来たな。どうもね、テミー、どうもね、テミーだ。テミーアーマーについてってあったんですね。あのね、テミーアーマーめちゃヤバオ、テミーアーマーキルバトル楽勝。悩むね、テミアーマーキルバトルつまんね。大丈夫、テミお任せ。テミユーに奨学金ご案内。ユーバトルいっぱい負けたらお安くなるね。あ、てか値段も下がってるかも。おわわわわ。おめでテミ。やった、テミ定額でテミ額ゲッツしたね。テミの深い歴史教えてやれる。あ、そういうことか。でも教えてはくれないんだ。そうです、デミー店、いい店。教えてくんねえんだ。おい、買ってみます。1100まで下がってます。本当だ、やったぜ。1100まで安くなってる。いや、買ってほしいな、今さら。今さらね、バトルね。まあもうバトルないからね。え、オニオンさんだけどうしますか。ちょ、どこだかわかんないけどね。右の先だっけ。おー、来たあ、大火災だよ。すごい秘密を教えてあげるよ。実はオニオンさん、バンドやってみることにしたんだよ。バンド名はレッドホットチビペッパーズだよ。でもまだ名前しか決めてないんだよ。オニオンさんは楽器できないよ。歌も下手だよ。どう思う？人気出ると思う？オニオンさんもそう思うよ。まあ、地上の話は、地上のことは。このイベントやってなかったからか。今の
帰る。もう一回戻っていいですか。あ、いるね。あ、いましたね、今。いた。来るぞ。さあ。普通にしゃ、喋れない。喋、あ、ずっと考えてた。いつになったら10になれるのかなって。だって10位になったのか、オニオンさんには知るすべがないよ。でも、オニオンさんがしっかり触手を伸ばして注意しとくを。10位になったって分かったら一番に知らせてあげるぞ。もう10位になってるんだよな。なってますね。もう一回戻りますよ。怖いよ。なんでその顔でついてくんだよ。ザー。今度こそ。オニオンさんだお。キラキラ。僕パピルスの次に。きっともうすぐだお。向いてんの。オニオンさんだと思うんですよ。これは。あれまだなんかね、もうすぐだおって言ってるから、まあ、何回行きますか。もうそろそろデータ更新されてるんですか。もうフロギ立ったか。これで最後だぞ、オニオンさん。きっともうすぐだお。分かってないわ。ダメだ、触手伸ばしてるけどダメだ。届かない。届かなかったな。おお、面白けたのか。かまた妹と一緒になれた。ちょっと怖いけど、よかったね。いや、帰ってきました。最後のセーブ、決意みなぎらしてきますか。行っちゃうか。みなぎる。ただいま。あ、待っててくれてる。見て、ある日には携帯をアップグレードしてくれたの。このメールっていうの、すごく楽しいわ。サンズ、このギャグをチェキってみて。トリ、これはまた死んだぞ。女王様が帰ってきたなんて信じられない。女王様がこんなにおバカなことも信じられない。なんで隣にいるやつにメールしてるの。なんでって、もちろんちゃんと理由があるわ。なんでなんで。それはオイラたち二人ともおバカだから。サンス、そんなこと言わないで。あなたはおバカなんかじゃないわ。ちょっと頭が空っぽなだけ。なぜならスケルトンだからって。女王様が言うと一段と寒いな。じゃあなんで笑ってるんだ。これは苦笑いだ。でねーボーン。いますか。ハローフリスク、さっきは君の魂を奪おうとしてすまなかったね。本当に申し訳ないことをした。こんな私ともまだ友達でいてくれるかい。気にすることはないぞアズゴは。ここにいる全員一度はフリスクを殺しかけてるからな。ああ確かに。なら謝らなくてもよかったな。いやいや、そういう意味じゃないから。関係がね。フリスク、ちょっとこっそり聞きたいんだけど、そのアズゴアとトリエルってよりを戻すと思う？どう思います。あ、いやなんだろうね。いや、思わないんじゃないの。だよね、私もそう思う。でも、もうそうするのは自由だよね。同人漫画描くのだって。今新しい顔してましたよ。じゃんじゃん描こうっと。新しい夢と希望にあふれてる。なあアルフィ、地上に出たら何したい。世界は広い、どこへ行くのも自由だぞ。もちろん毎日お出かけして、それから、ごめん、嘘はやめるんだったよね。部屋に引きこもってひたすらアニメ見る。いいぞ、その調子だ。負け組万歳。確かにパピルスの言う通りだ。フリスクに負けたおかげでたくさんのことを学んだよ。だからすごく感謝して。ん？アズゴ、どうかしたのか。それは何だい。アニメというのは。どうしよう、フリスク、お願い。アニメって何か、アズゴに説明して。基本的にはアニメーションのことだけど、アニメには…ははこれ、ショーからしたらビームガン、やはり。アニメはビームガンでしょうかね。つまりアニメは、ビームガンが出てくるアニメーション。それはまた随分と楽しそうだ。で、どこへ行けばそのアニメとやらを見られるのかな。ちょっと待って、確か携帯に保存したのがあった。ほら見て。これは違うやつだった。あ、今のは忘れて。なんと2体のロボットがチューしてた。いやはや技術の進歩は目覚ましい。ねえ。ごまかせてない。ねえあそこは。今度こそ俺様をロイヤルガードにしてくれる。そうだな、戦争は終わってしまったから、ロイヤルガードはもうお役御免かもしれないね。えっ。じゃあこの人間は何のために冒険をしたの。なんか今までで一番絵がふさわしい顔してました。普通の絵だったよね。はい、春場の旅をしてきたのに。
結局俺様がロイヤルガードになれないなんて、こんなの最悪のバッドエンドだ。そうなんだ。悪いけど今話してる暇はないぜ。仕事をしないといけないからな。してないじゃん。そう、だからすごい集中力がいるんだ。もう哲学的だな。もういいのかな。もう一周したのかな。ね、うん、ああもう同じでしょうか。書いたんだから。あ、ちょっと変わってますね。なるほど。お、メールだ。フリスク、サンズとアルフィにメールの送り方を教わってるの。いろいろと覚えたわよ。例えば顔文字って知ってる？これを見て。これ横に見るんじゃないですか、向こうのだから。頭を左に傾けてごらんなさい。私が笑ってる顔に見えるでしょ。ノー、笑、笑、笑。W は笑うの頭文字よ。トニエルより。向こうだったらロルロルロル。今では、今これだけのようだ。隣に入りすんならまた目が。おお、なるほど。じゃあ行きますか。うん、隣に入りね。あ、また決意胸切りました。お、うわ、どうですメールは。そうか、こうイベントで来るわけじゃないですか。お、モリスクへ、お元気ですか。ずいぶん長いことを散歩してるようですね。危ない目に遭ってないといいけれど。なんて冗談よ。わらわらわら。ムカつくな。トリエリよ。PS、 危ない目に遭わないように気をつけてね。行きますか。うん。うんうん。先へ進もう。さよなら。ふわーん。出ましたね。ああ、みんな出てるんだね。まあ、みんな、ほら、美しいだろ。すごい、テレビで見るより全然綺麗。想像してたのよりずっと綺麗。ウリスク、お前こんな綺麗なところに住んでるのか。太陽は明るく、そよ風は心地いい。生きてるって素晴らしいな。ねえ兄ちゃん、あのでっかいボールは何？あれは太陽って言うんだ。え、あれが俺様、ついに太陽に会えたぞ。こうしていつまででも眺めていたくなるね。え、本当に。でもそろそろこれからのことを考えないと。ああ、そうだったね。みんな聞いてくれ。我々は新たな未来に向かって歩み始める。人間とモンスターが仲良く共存する時代の幕開けだ。そこでフリスク、君にお願いしたいことがあるんだ。モンスターと人間の間を取り持つ大使になってくれないか。なろう。やった、フリスクは絶対上手な大使になるよ。そしてこの偉大なるパピル様は上手なマスコットになってやる。早速ご挨拶しに行ってくるね。第一印象大事だ。ってことは誰かがあいつを見張っててやらないとな。つうわけでオイラも行くぜ。そっちさすがだな。まったく、みんな私を頼りにしすぎだ。ハビルス、待て。え、アンダイ、ちょっと待てよ。ああ。いい顔するな。私も何かした方がいいかな。モグモグ。では私もそろそろ行くとしよう。ささ、みんな世話しないわね。フリスク、あなたはもともとこの世界で暮らしていたんでしょ。それなら帰るべき場所があるのよね。これからどうするの？これはどうしたらいいんですかね。ああ、どうしたらいいんだろうね。まあでも帰るべき場所があるで、あるといいと思うんですよ。いいですか。ええ。そう。分かったわ。もう。それならいつまでも引き止めてはいけないわね。じゃあ。フリスク、またいつか会いましょう。え？
はい。キャストが最後に見えてた右と左が山で右が城だったのかな。なんかその感じで映ってましたね。うん、あなんかこれドンキーコングのあれを、はい、思い出しますね。ね、おなんか黄色くなってるのはなんか意味がある。本当だ。心を入れ替えたけじめっ子、新たな動機を。これあれか。はい。ちゃんと仲良くなったらこういう機能なのか。ああ逃がしきったわ。あナプスタブルーク押しかぶってブルブル DJ。ああ。ああ。ちゃんと外ですね。バイクレアンドアヒル君が飛んでる。これ何バイク？三輪車にも見える。三輪車みたいになってます。怒ってる。抜かれたから。あ、これ登場した順番なんでしょうかね。まあでもそうですよね。そこそこ売れてるお笑い芸人。自分の帽子が気になっている。まあ、どうもいいです。太ろうと思ってよ。クリスマス用デコレーションって書いてある。王道ケントの新生活。犬っす。犬っさ。お花すりすりコンテストで優勝。ああ。レッサー、グレーター。愛情を求めて。日常の変化に興奮中。おお。あ、大丈夫ですね。あ、オニオン君いる。オニオン君よかったですね。よかった、オニオン君いて。あいつゲームやってんな、アウディ。そうだ。お。あダメージいくらって9990やばいやばい岩がねあ、アーロンだ渋々渋々ってこと渋々デザインしてくれたってこと心霊調査員だビーチで田舎暮らしデミテストセーフテミはテミなんだブルブルしてんぞ俺右に画面ずれてんぞ顔が落ち着きを取り戻しそうピアノレッスンの再開いいですね。お、メタちゃん。いいですね。あ、やってるやってる。やってますね。あ、あの右の草の中のやつは。いるぞ。あのハンバーガーショップの。鉄のあれはダサいな。火山ちゃん。ああ、そうね。使いでしょうか。ついに告白はしてないしいいっすねはよ、スパイダー級ヒットどのくらいなんでしょうね全米くらいかなご想像にお任せどうなったのかねアイドルフルキムシャン人生の意味は自分で決める長き戦いがようやく終わるお前もう偉そうなグッナイスリートマジシャン、いいじゃないですか。スリー昼寝中。アマルガン。アマルガンも誰かと同士なのね。ああ、そうだね。みんな元に戻ってったのだからね。家族との幸せな日々。パパじゃん。高枝切り職人。モンスターの子っていう名前なんだ。あ、トリエさんだ。あ、寄り戻したの？スクール。ああ、そう開いたのね。言ってましたね。先生だって。博士号は持ってないですよ。お、雲も決意がみなぎっておるようです。本当ですな。だ、そしてまた最初に戻る。思い出の山ですね。来ましたね。来ましたか、例の。例の。あ、おろ、あ、い、ん？おや、あの言葉が言えない。おや？これで終わるわけがない。だってスペシャルサンクスがまだだよいい今度こそ本当に終わらせるからねお HP 無限大なんだ撃て撃て撃つのだ触れ触れスペシャルサンクスをこれあれだあれあスマブラのあれだ録音のスマブラってやつだ点数があれだからやべ当たった方がいいの点数があれだからでもこれ動かなかったら当たりに来てくれるわけでもないわそういうわけでもないんだうわ全然稼げてる気がしねスペシャルサンクスの名前が全然読めないあ重なってくるめっちゃいろんな人関わってますねすごいな全然読めないけど関わってる
最後教えてくれるのかな。最後教えてくれるんじゃないですか。やりたい放題、メタ的なことも含めてね、ピュラーウィークやってくれましたけど、そうだね、なんかこういろんなことに説得力ありましたよね。ピュラーウィーク、はい、いやこんなあれですよね、いいことばっかりじゃないですから、うん、ね、まあ、セーブデータっていうのがね、そうだね、なんかやってましたけど、セーブって言うとほら向こうだと救うみたいな意味あるじゃないですか、セーブで。ああそうだね、なんかね、救うデータですよ。そういうことか。いやなんかそれポケットだけでいけないかもしれない。セーブ、はい、タッチした名前、タッチした名前わからん、これだけだ、はい、もっと触ってたよね。もっと触ってたと思いますけどね、うん、おグイーンと。お、支えてくれた友人たちと家族に感謝します。そしてアンダーテールチームからプレイヤーの皆さんにも心からの感謝を。このゲームが生まれたのは皆さんのおかげです。それではおやすみなさい。おやすみなさいと来たもんだ。さあ来るのかな。す、記念写真ら、ザ・エンドってね。字じゃねえだ。ジ・エンドですね、はい、最後の道で撮ったんでしょうか。そうですね、やはりこのオルゴールが終わりにはふさわしいと、うん、これでこのまま、そうですね、もう終わりですか。完全クリアでいいんですかね。なんかもうあれですか、昔のゲームらしく消さないと終わらないパターンですか。やつでは、はい、ね、アンダーテール実況これにて、ね、ディスらずにノーセッションが本当にクリアできた。全部クリアしたということで、いいんですかね。そうでしょう。全40数パート、あー皆様長きに渡って、ね、一番長かったんじゃないですか、はい、ゲームの実況では。あ、マルちゃん待ってたら来るんだ。おー、どうしたどうした、はい、ね、来てくれるんじゃない、来てくれると思ってたよ。人その辺の N とかが1本抜いて、うん、あれを骨にして持ってくのか。ちょっと硬い猫でしょ。ちょっとそう、硬い猫の話がね、うん、ザ・エンド、うん。